私がめっちゃいいなって思ったのが、久保加奈子さんがクリスティーヌを今回されていたんですけど、何回もね久保さんのクリスティーヌ拝見したことあるんですけど、より良かった。どこが良かったって、歌も演技も本当に素晴らしい方なんですけど、よりレベルアップしてて圧倒されて鳥肌立ちました。最初の Think of Me を歌うところがあるんですけど、そこでメグジリにね、あのクリスティーヌの曲聴いてあげてもらえませんかみたいに言われて、もうなんかめっちゃ弱い感じなんですよ。どうぞ思い出を、がか細い感じで、大丈夫そんなか細い声でクリスティーヌ歌って大丈夫ってお客さんがみんな心配になったと思うんですよ。オペラ座のそのシーンに出演している役のキャラクターたちもね、大丈夫かしら、あクリスティーヌだーなんて知らないわよねみたいな感じの同じ気持ちになってたんですけど、いろんな人に励まされて、最初はどうぞってか細い感じで歌ってたのに、最後の方には自信満ち溢れて歌い上げるところがうますぎて、ちょっと待って、うますぎじゃない、横にいる夫にね喋りすぎってくらいですけど、っていうくらい本当にうまくて鳥肌立ちました。うまい人だっていうのももちろん知ってますし、共演させていただいたこともあるので知ってましたけど、より磨きがかかってこんなに歌うまかったっていうくらい素晴らしかったです。で、最初は怪人にねこう押されて、ちょっと幼い感じのクリスティーヌって感じだったんですけど、ラウルからの愛情を受け取ってちょっとずつ大人の女性に変化していくっていうか、まともになってくるんですよ。ラウルってまともな感じだし、すごく父性の強い方で、何があっても守ってあげるっていうその責任感も強い、本当に素敵な、ラウルだったんですけど、そういう方に温かく包まれてクリスティーヌは大人の女性になっていくんですけど、最初はわがままな歌姫、女王のカルロッタもいつも主役をオペラ座でしていたところから、まあ、脇役をしていたり、まあ、自分がね一番だった時代から自分が脇に回る時代になって、社会に揉まれてというか周りの環境に揉まれて大人になってるって感じましたね。主役に心を重ねてみるのもめっちゃ面白いですけど、他の準主役たちとかアンサンブルの方がどういう反応をしてるのかとか、そういうのを見るとより物語が深くわかるので、そういう見方もおすすめです。でムッシュフィルマンをムラさんがされていたんですけど、ムラさんってオペラ座の怪人で怪人役もされていたんですよ。サウンドオブミュージックだったらタイさん、リトルマーメイドだったらトリトン王をされていたり、お父さん像と大きい役をされていただけあって、劇場を管理している側の苦悩っていうのがすごく現れていて、物語の全体にすごい厚みを感じられましたね。ムッシュフィルマンもオペラ座という大きな組織を動かしていく上で、やっぱいろんな管理とかお金のこととか運営のところが現れると、ミュージカルって面白いなって思ってました。まあ、確かに経営も大変だから、そりゃ怪人のこと悪く言うよねとか、なんかそんなねことをね考えながら見ちゃいました。オペラ座を良くしようとか、怪奇事件を何とかしなければならないっていうところがこうリアルなものに感じられるっていうのが本当に良かったですね。リアルに感じられるようなキャストというか、舞台が終わってからも自分の立場に変えるとこういうことだよねとか、そういう話し合いを自然にしちゃうような、そんなオペラ座の怪人で本当に素晴らしかったです。やっぱり劇場に足を運んで舞台を見るっていいなって思いました。オペラ座怪人の作品としての分析っていうのはこちらのコラボ動画にもアップしてますし、オペラ座の怪人にあまりにも影響されて帰ってすぐ歌ったり踊ったりしちゃった、そんな私が垣間見れる動画もアップしてるので、よかったらそちらもご覧ください。今回はオペラ座の怪人の感想について本音で語っていきました。番長ミルクでした。じゃあまたねー。